本日は練習試合新座高校 OB の方々と対戦させていただきます。本日は12人うちのすごいオーダーで、ピッチャー僕、そしてキャッチャーは正規という珍しいオーダー、聖子さんはセンターに入ってますね。さあこの対決どうなるのでしょうか。先頭バッター、初球はストレート決まりました。ステイにもね、助っ人で参加してくれたことがあるバッターです。さあしかしここは右中間、これがライトを越えていきなり先頭バッターにツーベースを打たれてしまいます。いやー、まあ、確かにかなり甘いところではあるんですけど、うまく打たれました。そして続くバッター、さあフラフラっと上がったあたり、これショートのウッチーさん、ステイの元メンバーですね。さあそしてこれはセカンドゴロですが、これ緊張してしまったのか、セカンド送球がそれて先制点を許してしまいます。かなり緊張しましたって言ってました続くあたり、サードの岡ちゃんがここは弾く。岡ちゃんもなかなかサードやらないんでね、結構サード苦手なんですよねって言ってました。さらに続くバッター、さあまたしてもサード、ここ岡ちゃんいけるが、しかしくるくる。さあいきなり初回から2エラーを襲います。岡ちゃん切り替えられるか。さあ続くあたりはこれライトが取って、コータの送球がドンピシャー、これナイスボール。ライトコータだったんですけど、この素晴らしいワンバン送球、そして顔面タッチ、いやーこれ助けられました。さあステイの攻撃、1番島ちゃん、この強い当たりですがファーストがうまかった。いやーファースト一塁線ね、抜ければツーベースでしたけど。さあ2番のうち、さあショート深いところ、ここはポロッとラッキーがありましてセーフ。さあ2番もつに矢賀さん、この前一緒にゴルフ行かしてもらいました。ここはピッチャーフライとなって4番岡ちゃん。さあこれはキルキルですが、ピッチャーうまく抑えてアウト。さあ2回の表いきましょう。先頭ツーボールワンサイドからこの強い当たり、いやーいいバッター、いいバッター。そして続いてツーストライク追い込んで、ここは変化球で空振り三振。ワンストライクから、さあ岡ちゃんうまい、ここは強いボール、一番難しいボール取りました。そしてダブルプレー、いやーこれナイスプレー、助かりました。さあ5番のマッチョ大城さんからです、いきましょう。さあこのあっち向いて放り打法、これが内野安打となりました。大城さん多いですよね、こういうなんかバットの先っぽに当たるあたりね。さあ初球は変化球から一歩打ちたい、ツーストライク追い込まれて、これは擦ってしまった、ピッチャーフライでワンアウト。しかしバルキリー聖子さんがここで見せてくれます。ワンボールからこの当たり、キャッチャーの動き的にエンドランのサインだったのかな、それか盗塁で、これが一気に大城さんファーストから帰ってきました。1点を返します。聖子さんのタイムリーヒット、こういう当たり多いですね最近、調子良さそうです。さあそして先ほどいいプレーをしたコータ、さあここで盗塁、3投決めてチャンス拡大、決められるかコータ、2ストライクから、さあこれはナイスバッティングですね。内野ゴロの間に1点を返します。そしてサッシー、さあ走れ走れ走れ、これはショートゴロ。さあ3回も僕が続投、相手なんか横浜のユニフォームみたいなの着てますね。先頭バッターは空振りの三振、続いて初回ツーベースを打たれたバッター、さあまたしても同じところフラフラっと上がったが、これが意外と伸びる、
センターを越えてまたしてもツーベースヒット、めちゃくちゃ打たれました。確かに芯に当たってんのかな、詰まってるように見えて。さあそして続くバッターはここはセカンドゴロ、さあ送球お願いします。ここはしっかり送球、さすが。ツーアウトランナー三塁、このピンチを抑えられるか。しかしこれフォークがね、いやもったいなかったですね。このワイルドピッチャー非常にもったいない。しかも続くバッターフォアボールに出してしまいますが、その次のバッターで空振り三振を取ります。しかし1点勝ち越されてしまいました。10番の正気、ここね果敢にセーフティー挑戦するも正面相手ピッチャー変わってますね。11番欲しい、2ストライクからここはストライクアウト。12番の監督、なんかよくセーフティーするんですけど、これは何なんですかねサードが下がってたのかな。さあ5回はマウンドに光太が上がります。先頭バッターはフォアボールからの、さあこのフラフラっと上がった当たり、ショートかセンターかセカンドか、いやこれが間に落ちる。いやこれねピッチャーいいところでしたけどね、ツーストライクからバッターはうまく打ちました。さあノーアウトランナー一二塁ピンチです。さあこの送りバント、いやこれね送球それちゃったんですけど、ちょっとね打球に向かうのがゆっくりだったんで、あこれ焦りそうって思ったらそれちゃいましたね、やっぱり。あそしてセンターフライ、ここは悠々帰ってきて点差を広げられてしまいます。さあ踏ん張れるかコータ、ちょっとピッチャーゴロ少し弾きますが、続いてはしっかりとさばいてツーアウトランナー2、3塁、このピンチ切り抜けられるか。ここはデッドボールを与えてしまい満塁です。さあこの当たりはライト取れるか、うまく取りました。最初失点で切り抜けて、バッターは5番のマッチ大城さんから、さあこの当たりこれがセンター前に抜けます。さあここで1打席目凡退だったんで、ここでちゃんと打ちますよと矢賀さんに言っておりました。しかし同じようなフライ、ファーストフライでこの日調子が上がりません。聖吾さんはフォアボールでバッターコーター。さあこれ当てただけですが、しっかりと進塁だとします。そして9番のサッシー1本お願いします、返してください。しかしここは同じような点の取り方ですね、ワイルドピッチでランナー生還1点差、そしてその後フォアボールで正気の場面、これはファーストフライ。さあ6回試合も中盤終盤に差し掛かってきました。さあサードの僕ですが、これは悪送球、こういうの直したいですね。さあその後ランナー2塁となって、この当たりえげつない当たりですが、これを正気がナイスプレーゲッツーとします。いやもう完全抜けたホームランだと思ったんですが、これを正気うまいナイスプレー。そしてツーアウトとなって続くバッター、これは先っぽに当たりました。ピッチャーがしっかりとさばいて、この回は無失点で切り抜けます。さあ11番の星、相手のピッチャーまた変わりました。さあ先頭バッター、いやここしっかりしてますね、サードゴロ。続いて監督、今度は打ってください。さあこれはフォアストでアウト。さあここ島ちゃん見せます、見てください。初球はアウトコース厳しいところ、しかし3球目この当たり、変化球の下でこの当たりがフェンス直撃、惜しくも黄色いラインを越えてホームランとはならなかったんですけど、あと1メートルぐらい高ければホームランでした。いやーこれ変化球うまく溜めて打ちました、ナイスバッティング。さあ2番のうち今日こういう当たり多いっすね、このキュルキュル。しかしここはアウトとなってしまいます。さあピッチャー交代の岡ちゃん、
これはサード強烈なライナーでワンアウト。続いて、いやー素晴らしい変化球、フルカウントから空振り三振、ツーベースを2本打たれてるバッターに対してもセンターフライでしっかりと抑えます。安定しております。さあ相手ピッチャーまた変わりました。この日投げてて最速のピッチャーでしたね。130から135ぐらいは出てるんじゃないですかね。さあそして岡ちゃんヒットからの盗塁成功でバッター大城さん、さあここ難しいところですがセカンドよく取ったがファーストには投げられず、さあランナー1、3塁の大チャンス、そして1点ビハインド、ここは絶対打つしかないとめちゃくちゃ集中しておりました。さあ振り追い込まれてからこれ振らず、審判によく振らなかったねと褒められました。さあフルカウント勝負、集中集中集中、そしてこの当たりがレフトへ抜ける、一番いいところで同点タイムリーヒットを打つことができました。しかしこの当たり矢賀さんはもう帰宅しております。矢賀さんがいないと打てるのでしょうか。いいところ見せたかったんですけどね。さらに盗塁挟んで聖子さん、この日2本目のタイムリーヒットの間に僕も帰ってくる、一気に逆転します。いやーこれナイスバッティング。そしてコータ、いやーこれキャッチャーナイスボール、三投はアウトでしたが、さあ2ストライク追い込まれて出たこの振り切らない当たり、まあでもいいっすね。さあ差し、さあうまく落ちてくれ、しかしライトフライとなって、ただ3点を追加して逆転しました。さあ岡ちゃん、ここファーストクォーターしっかりさばいてワンアウト。続いていい声、さあこの日ちょっと時間があったんでね、もう8回突入しております。さらに続いても、いやーナイスプレー、キャッチャーフライ落としたの見たことないですね聖子さんが。さあ8回裏、試合も終盤になってきました。正気、ここは変化球うまく、これは間一髪のところアウトになってしまいました。さあ11番欲しい、ここデッドボールが当たってランナー一塁の場面。さあ先ほどヒット当たっている島ちゃん、いやーピッチャーうまいわ、いやこれはダブルプレーとなってしまいました。際どいところでしたけどね。さあ9回表、先頭バッターにライト線オーバーのツーベースを打たれてしまいます。この回皆さん注目してください。そしてショートには僕が入っております。いやこの当たり、いやうまくインコースのボールでしたけどね、うまく打ちました。さあそしてフルカウントから、さあこの当たり僕ショートの元へ、ショートっぽいとお母ちゃんも褒めてくれました。さあ今回はしっかりさばきます。さらに続いてこれやばいという声と一緒に打球は宇宙間を超える、その間にランナー帰ってきて1点差となってしまいます。いやこれ高めのちょっとボール球っぽいんですけど、うまく打ちましたね。そしてさあこの辺り、お、正気が声を出して2アウトランナー2塁、狙えるか、しかしこれが三塁線を抜ける、そしてランナーは足が速い、一気にホームイン、追いついた、追いつきましたね、その通りです、同点となってしまいました。さあ一本なぜるがピンチです、ピンチです。さあこれセカンド取ってくれ、いやーナイスキャッチ。しかし試合の終盤最終回に同点に追いつかれてしまいました。しかし先頭打ち出塁します。さあ岡ちゃんここで一本出せるか、さあ一打出ればねもう逆転ですから、
さあ、ツーボールから打ってください。取られた失点取り返してください。この打球、さあ高々と上がった弾道は勝利へ導く放物線だということで、ワイヤーあるんですけど、上から2段目、下から言うと4段目ぐらいのところに突き刺さる大ホームランとなりました。人生初の岡ちゃんさよならホームラン、拳を突き上げております。相手のね、キャッチャーともハイタッチして、いやー、これ素晴らしい当たりでしたね。ということで新座高校 OB の皆さん、対戦ありがとうございました。そしてここでさらに試合続いたんでね、そのままもうちょっと試合形式でやりましょうということで、監督が一塁間を破るツーベースヒット、そして相手の監督も、さあこの当たりセンターを超えるフェンス直撃、非常にナイスバッティング。